えー、ちょっと不可解なお話、えー、全くこの意味がわからないお話っていうのをしようかなと思いますで先日お会いした50代ぐらいの男性のお客様に聞かせてもらったんですがこの方以前10年間お仕事の関係で中国で暮らしてたそうなんですで当時住んでたマンション割とこの 日本人向けの物件というんでしょうかね、日本人の方が多く住んでいる、で向こうのマンションって大抵床がこの大理石だったりするんですが、まあ、日本人向けだということで、この木製のフローリングだったと、でそのうち彼、まあ、現地の中国人女性と恋に落ちまして、彼女ができたと、で同棲生活をしてたんですがあるまあこの男性、ちょっと出張することになりまして、 でその晩なんです、まあ、この商談相手とねお話ししてた時に突然携帯が鳴るで出てみたら彼の自宅で留守番をしている彼女からなんですで非常に怯えた様子で「今部屋の中に誰かがいる」って「どういうこと誰か侵入してきたの?」ってからないただフローリングの上を歩く 足音が聞こえるだけじゃないこの部屋、まあ、川張りのソファーがあるそうなんですがそのソファーの上に誰かがドスッと乗る音がはっきり聞こえるでも姿は見えないの誰かが入ってきたってわけじゃない玄関だって鍵閉めてあるしチェーンだってしてあるなのに誰もいないはずなんだけど誰かがこの部屋の中にいる。 まあそんなね電話がかかってきたんですけどこの男性からしてもそれさ気のせいじゃないの、まあ、俺も明日すぐ帰るからもう今日は電気つけたまま寝ないよそういったアドバイスをするで次の日この男性も自宅に戻ったんですが本当に彼の家の中誰かが歩いているただどう見たって何の姿も見えない でもやっぱりフローリングの上をギシッギシッギシッと歩く足音とやっぱり川張りのソファー誰かがズシッと座る音がはっきり聞こえるこれ一体何なんだ何が俺の部屋にいるんだろうそう思ってたわずか2日後このマンションの大家さんから電話がかかってきて「今すぐその部屋を出てってくれ」 って言われるただ「えっ?」と思ったのが「まあ彼この部屋に住んで2年経ちましてつい最近更新をしたばかりなんです」「何で今になってそんなこと言うんですか?」って契約書には更新してその後出てったら「違約金も払わなきゃいけない」って書いてありましたけど「僕払うんですか?」って聞いたらその大家さん「いや違約金なんか一銭もいらない」ただとにかく 今すぐその部屋から出てってくれって言われるこの男性自身何が起こってるのかわからないぞ2年間住んでて何の異変もなかった部屋それが更新してすぐに妙なことが起こり出すと同時に大家さんからは出てってくれと言われるまあ結局ね言われた通りこの男性このマンションを出たんですがいまだにこれがどういうことだったのかがわからないただ そそんんななことが以前あったそうなんですでつい最近なんです、まあ、この男性今はね日本に戻ってきてるんですけどつい先日静岡県のとあるスナックに行ったそうで,でそのスナック、えー、フィリピン人のママが1人で切り盛りしてるお店で2人でお酒飲みながらいろんな話してるうちに、まあ、いわゆるこういった階段になったそうなんですでこののフィリピン人のママも 実は私生まれ故郷でこんなことがあってまあ奇妙な話を聞かせてくれるそれを聞いた時にこの男性ふとあの中国での出来事を思い出したんですでこの下りをママに話してちょうどこの大家からさ出てってくれって突然言われたんだよねそう言い終わった瞬間なんですこの男性アップルウォッチをしてるんですが 何も操作してないのに突然 Siri が起動するその話はやめてください。えと思って思わず自分の手を見る。と続けてこのアップルウォッチから「孝一さんどうかされましたか?」っていうアナウンスが流れる、まあ、この男性ね孝一さんという方なんですけどもただそれ聞いた途端この目の前のママ 叫び声を上げたそうでもうお願いだからその話はしないでまあ結局ねこれが一体どういう現象なのかこの男性自身全くわからないんですただねもしかしたらなんですけどやっぱりあの中国で住んだ部屋あそこには何かがいてそれいまだに僕についてきてるのかもしれないんですよねまあそんな得体の知れない話を聞かせてくれたんです you <laughs>